今日はですね、岐阜県多治見市にあります東海薬局さんにお勤めの小木曽美幸さん、管理栄養士さんに食についてのアドバイスをいただいております。6月のお話です。気圧の変化が寒暖差と重なってですね、外的要素がストレスとなって、ストレスを受けると自律神経が刺激を受けてですね、自分でコントロールすることができないイライラがね、やってくる。まあそれは栄養バランスもあるかもしれないんですけれども、バランスの乱れがやってきた時にどうしたらいいか、そんな時にですね、自律神経を整える食材があるっていうんです。ビタミン、カルシウム、ミネラルを含んだ食品です。ビタミン A は人参、小松菜だそうです。ビタミン D、キクラゲ。ビタミン E は油だそうです。キャベツ、シソ、モロヘイヤ、ピーマン、パセリ、ブロッコリー、キウイ、イチゴ、芽キャベツ、チヂミ、甘海苔、ニンニクで、若鶏の胸もいいそうです。生活習慣病だったり、こうメタボシンドロームで悩んでいる方が多いので、バランスが取れた自律神経を整えてくれるような食べるものをですね、選んであげるといいかなと。バランスが取れた自律神経は食べ過ぎを防ぎ、脂肪を燃焼してくれます。だからやっぱりちゃんとした生活習慣が暴飲暴食を防いでくれたりするってことですよね。で、自律神経を整える生活のポイントを小木曽美幸さんはこう教えてくれました。深呼吸をする。湯船に浸かる。朝日を浴びる。夜は12時までに就寝すること。で、あとね、ネギにはビタミン C とかベータカロチン、カルシウムが白ネギの2倍以上含まれているので、ネギ特有の匂いのアリシンは疲労回復に役立つだそうです。きちんとした食生活とストレスのない睡眠、湯船に浸かる、朝日を浴びるっていうのを実行していきたいと思います。